はい、こんにちは、お友の藤原です。今日はですね、道志の森にキャンプに来たんですけど、ご覧ください。もう大雪、雪中キャンプどころではないです。で、ここがね、いつもこのサイトに降りていく道なんですけど、途中まで行ったんですが、もうね、入ったら出れなくなると思って引き返したんですよ。で、バックで引き返そうと思ったんですけど、もう空回りしちゃってね、全然抜け出せなくなっちゃって、チェーンつけて切り替えてね、ここまで出てきました。で、まあ、テントを今日張ってもいいということなんですけど、その、下にね、車は止めない方がいいと思うので、この上に止めさせてもらうことにしました。ただね、これも結構雪がすごくて、わかるかな？あんまりにもね、雪が積もりすぎて駐車場に入ることすらできないんですよね。車をね、今ここに止めてるんですけど、どうしようか悩んでます。なんかね、多分昨日から宿泊されてる方だと思うんだけど、出れなくなっちゃったみたいなんですよね。なので今、スタッフの人がキャタピラ持ってきてね、除雪してるところなんですけど、もしその除雪をね、この辺りも少ししてもらえれば、車止めさせてもらおうかなと思います。で、下がどんな感じかちょっと様子見てみたいと思います。あ、こんな感じか。車の車輪の跡があるから、スタッフの人は通ったんだろうな。すごいな、これやばいね。確かこの前、あれ？この前キャンプしたあたりどこだろう。多分このあたりですね。橋があったような気がするけど、橋がなくなってるな。初めての雪中キャンプがこんなにハードになるとは思わなかった。まあ予想はしてたんですけどね、大雪警報だったんで。でもまあ今回ちょっとチャレンジしてみようということでね、道志来てみました。よし、とりあえず様子を見よう。はい、今現状ね、こんな感じです。もう車体ギリギリですね。やばい。Hey, I've been dreaming about you. Every night I see youStay. It's just something about the way you make me feel. Cause I can't concentrate anytime you're beside me. Yeah, it's what you do to me. I can barely breathe. Hey, I've been thinking about you and all the words that I'm gonna say.Next time that I see your pretty face, cause I can't concentrate anytime you're beside me. Yeah, it's what you do to me. I can barely breathe. It's what you do.はい、ということで、テントを無事に建て終わりました。いやー、ようやく憧れの雪中キャンプ、
群幕でね、キャンプしていきたいと思います。薪ストーブも設置してみました。どうですかね。これ傘立てで、スタッパーシートをね巻いて、この横っちょから出してるんですけど、まあこれ大丈夫かなとは思うんですけど、どうでしょうかね。様子を見ながらやってみましょう。でね、結構ね雨が降ってきちゃって、いやー群幕だけで大丈夫かな。タープを持ってこなかったんですよね。まあ、中はね平気なんですけど、もう最初にテント設営するときに中が濡れちゃったんで結構びしょびしょなので、まず薪ストーブね、やって、テント内を温めて少し乾かしたいと思います。で、細々とした設営は、まあ、その後でもいいかなと思うので、とりあえず薪ストーブやりましょう。はい、はい、今ね薪ストーブつきました。あったかい。でもやっぱり雪って思ったほど寒くないですね。降っちゃえば、まあ、なんとなくこう薪ストーブやってますけど、そんなに、まあ、なくても耐えられるかなっていう感じはします。ただちょっとね雨でね、この服が濡れてしまったのと、雪で裾がびしょびしょなので、それを乾かす意味でもね、ちょっと薪ストーブやって温まりたいと思います。さて、そしたら行きましょうかね。今日はちょっと本麒麟にしました。じゃあ初の、群幕雪中キャンプ乾杯。いやー最高。雪の中でのビールやば。いやーでも本当にお願いだから雨止んで、せっかくのこの雪景色が台無しだ。よし、ちょっとね、テントも落ち着いたんで散歩してこようと思います。道志の森もこんなに降るんですね。何がすごいって、わかるかな、この雪と雪の間が白じゃなくて青いんですよね。わかります？この、ほら、これがすげえ綺麗なんだけど、たまらんわ。どこだったっけ道。もう道がわからん。こんだけ、ね、雪が降ってると、雪だるま作りたいぐらいなんですけど、ちょっと手が本当に
凍傷になりそうなんでやめときます。すごいね、こっちの奥の方行くと確か池だよね。ちょっと池の方行ってみましょうか。遠かった。凍ってます。ここにね、あの水がじゃわじゃわ出てるので、この周辺は凍ってないですけど、奥は凍ってますね。すげえな。深いですよ、まあ、1年半前にキャンプをやって、まあ、半年ぐらいかなキャンプを続けて、冬キャンプをねやりたいなっていう気持ちが芽生えて、でもやっぱスキルとか知識とか装備が足りなくて、で1年かけて冬キャンプがやれるようになり、そしてようやく念願のこの雪中キャンプできるようになったのはね、感慨深いですね。本当に自分なりにね、いろいろと調べて装備も整えて、あの万全のね準備を整えて始めたので、ちょっと本当にやっとここまで来たなっていう思いですよ。はい、ご飯が炊けたと思います。いきますね。見えるかな。よいしょ、いきます。無事に炊けてください。あー、いい感じ。めっちゃいい感じじゃないですか。で、今日はねこれ食べようと思って、見えるかな、卵かけご飯コンビーフ、これいきましょう。なんかね、缶詰とソースかな、ソースがついてきました。あー、なるほどね、これ温めた方がいいのかな。ここに乗っけると。ちょっと温めた方がよかったかな。まあいいか。よいしょ。そしてここに、はい、これで卵かけトリュフコンビーフ完成です。
いただきます。靴下。いただきます。うまっ、うまい、めちゃくちゃうまい。なんで、はい、ただいま8時になる頃なんですけども、やっぱりですね、豪雨警報出ました。本当に雨男やばいんだけど、外に出てね、このテントの雰囲気を撮りたいんですよね。もう雨ばっかり、やれやれだ、今年もこれか。